ロニー・アル・ニールはカナダのプロレスラー。オンタリオ州セント・キャサリンズ出身。妻は女子プロレスラーのペイトン・ロイス。2001年、プロレスラーとなるためにレッスルプレックス、トレーニングスクールにてトレーニングを開始。ティネで活躍するエリック・ヤングに支持する。2002年、オンタリオのプロレス団体でプロレスラーデビューを果たす。以後、BCW。 WXW、BSE などのインディー団体に参戦し、2005年には WWE の RAW の前座試合を放送するヒートにジョバーとして登場。2011年2006年5月に WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である、オベにて、ショーン・スピアーズでデビュー。オベ t b o 王座。 オベ南部タッグチーム王座を獲得する活躍を見せた。2007年には WWE と新しく契約した参加団体である FCW に移籍。ここでも FCW フロリダタッグチーム王座を獲得するなど結果を残し、8月に ECW に昇格。リングネームをギャビン・スピアーズに変更し、初登場した際には、 セオドア・ロングから独創性のある申請と称されるが、リッキー・オルティズに敗れた。その後これといった活躍を見せられず、FCW に降格。2009年1月に、WWE から解雇通告を受けた。WWE 解雇後、リングネームを、ショーン・スピアーズへと戻し、5月から、ティネ・ローといった団体に転戦。8月には、WWC に、 レギュラー参戦することが決まり、WWC 世界タッグチーム王座を獲得するなどトップの一員として輝きを取り戻すことに成功。2010年にはメキシコの団体にも定期参戦。2011年2月、全日本プロレスに留学生として参戦。エキサイトシリーズ、ホールドアウトツアーと連続してシリーズに出場したが、東日本大震災の影響を受け、 5月までの在籍予定を切り上げ帰国した。NXT 編集2013年9月15日、WWE と再契約したことが発表された。WWE と再契約後、育成施設である WWE パフォーマンスセンターでトレーニングを始めるが短期間で NXT に昇格。10月10日にテーピングされた NXT テレビショーで、 リングネームをタイデリンジャーに変更し、モジョローリーを相手に復帰戦に挑むも敗戦となった。2014年2月、ジェイソン・ジョーダンとタッグを組んで活動。3月27日の NXT では、ダークマッチにてニューエイジ・アウトローズと対戦した。4月17日、NXT に出場。バロン・カービンソーヤー・フルトンと対戦して、 体格差に苦しんだもののコンビネーションによる連携義を駆使して勝利した。8月7日、NXT タックオーザ時期挑戦者チーム兼、争奪トーナメント1回戦にて、コリン・キャサディエンツ・アーモーレと対戦して敗戦。この敗戦をきっかけに徐々にジョーダンとの関係は悪化するようになりジア・センション、ルチャドラゴンズを相手に連敗を重ねてチームは解散。2015年4月1日、 ジョーダンと遺恨戦を行うが、わずか3分で敗戦した。ジョーダンとのタック解散後、新たにパーフェクト10なるギミックを与えられ、両勝を交互に広げるパフォーマンスで入場。8月12日、ソロモン・クローと対戦して新たなフィニッシャーとなったパーフェクト10を決めて勝利した。ギミック変更早々の同月22日、テイクオーバーブルックリンにて、 NXT デビューを果たしたアポロクルーズと対戦するもスタンディングムーンサルトプレスを決められ、敗れた。2017年1月29日、WWE ロイヤルランブル2017にて、ロイヤルランブルマッチの10番目に登場。サミゼインやディーン・アンブローズと協力して、ブラウン・ストローマンに立ち向かったが投げ落とされた辛くとなった。WWE。 編集2017年4月4日、WWE に昇格。スマックダウンにて、カート・ホーキンスと対戦。最後にタイブレーカーを決めて勝利した。同月19日、NXT にてサニティとの決着戦として、エリック・ヤングとスティール・ケージマッチで対戦。終盤まで、クリーンファイトを行うモドアから脱出を。しかし、カシアス・オーノとロデリック・ストロングに助けられ。 最後には、ケージ上からウルフとキリアンデインにダイビングボディプレスを決めてドアから脱出。勝利した。2019年2月22日、WWE から解雇された。2019年5月25日、リングネームをショーン・スピアーズに戻し、A の PPV、ダブル・オア・ナッシングのカジノ・ロワイヤルに出場した。ランニングデスバレードライバーギャビン・スピアーズ及び、 インディー団体時代のフィニッシャー。タイブレーカー2016年6月から使用し始めたフィニッシャー。ファイヤーマンズキャリーの体勢から相手の警部が自らの片膝に当たるように速報へ投げ落とす大技。古くからメキシコや欧州に存在した技だが明確な名称はなくネックブリーカーと呼ばれることが多かった。アージスタイルズもティネ時代から得意としていて、 新日本プロレスの後藤博士大木も牛殺しの名で使用。現在は相手をファイヤーマンズキャリーの体勢で持ち上げ、旋回させながら相手の頭部をうつ伏せの形で自らの片膝に叩きつける改良系を使用している。パーフェクト10変形オーバードライブ。バックハンドチョップエルボーヨーロピアン。アッパーナックルパンチスーパーキックルーテーズプレスチェンジ。オブペースとして使用。 技の後はそのままホールには移行せずに、マウントからのグラウンドパンチを放つことが多い。スープレックススパープレックス抱え式、バックドロップパワーボムシャープシュータースピニング、バックブリーカー WWCW、アイドルスティーブンスカイ CWW、ニックネメスオベ W、コーディラネルズ、2回 W、コルトカバナ、1回アルホアーキフー W、ケニー・ケンドリック、1回、 g b p w g l c w w f l e x f a l c o n n s p w w j t プレイヤーポア TCW ありがとうございます。